明け音楽番付へ行こう。こんばんは、フジテレビアナウンサーの榎並大二郎です。今日はですね、今最も勢いのあるビジュアルロックバンドガジェットの皆さんにお話を伺います。では行ってきます。皆さん、今日はフジテレビアナウンサーの榎並大二郎と申します。よろしくお願いします。最も勢いになるビジュアルロックバンドといえば間違いなく彼ら、その名はキャプテン。数万人の観客が一気に頭を振り、会場を揺らす彼らのライブはまさに圧巻。この堂々とするビジュアルスタイル、ハードな音楽とパフォーマンス、完成された世界観、リリースする作品をすでに体通りに送り込む実力。ガムチョを見せるべく、江波大二郎が突撃インタビュー。このスタイルをやろうと思われたきっかけは、単純に自分たちがこうできたアーティストの方で、こういう格好して、こう激しくロックバンドを打って、こうやっていってる姿を見て、かっこいいなって、やっぱ憧れからやっぱり入ってるというか、大きいとは思うよね。ルナシーさんが、自分の中では、一番の衝撃を与えてくれたアーティストだったんで、それがきっかけで今世代に入ろうっていう、やってみようっていう、はい。メイク時間配信じゃないですか。いや、でも、バンドマットを買う、何なんだろう。とにかくライブの入りが早い。知らんやつない。でも、どのぐらいでも直したらいいんですか。アンコール前とかに行ったら欲しくなる。あ、そうなんですか。そんなあるじゃないですか。そうなんですか。そうなんですか。広めに行ったら欲しいけど。いや、でもあるそのイメージ。はい。どうしようもなんですか。衣装も。購入する店っていうのも決めてますんですか。衣装に関しては作ってます。え、作ってるんですかね。売ってないんじゃないですか。アンコールもすごいですよね、それなんか。ちょっと三河さんっぽくしてる。見られたら怖かったって。普段着って、どんな感じ知ってます？あ、ちょっと普通ですよ。よく言われるのが普通なんですね。特にリーダーの回路って、茶色とか、渋い茶色とか。地味、地味。普段こう、歩いても、あ、ガジェットの、っていうふうにファンの皆さんに、だから全然わかんないです。どうなんですかね。大柄的なものだと嬉しいみたいな。今ちょっと話しかけられる。あんまないですね。頭を、何ですか、あれはヘッドバンキングですか。かなり激しくやられますか。あれ大丈夫なんですか。大丈夫、大丈夫。どうなんですか。まっすぐ立ってらんないですよ。ガーッてます。その後こう、スイッチを踏んだりしなきゃいけないけど、空振りしたり。ちょっと、ため息感がどうかな。やっぱり酔うんですよね。ここ、いつでもこういう、まあ、トランス状態に入れるというのは、今もである。あ、そうなんだ。完全に目回ってるっていう。9月には、疾走感が出るヘビーロック、レッドをリリースしたキャプテン。ではこうバンド感をこうグッとこう出していく曲がいいなっていうところから始まった今回のテントだったので、スピード感もかなりありまして、ロックバンドのフォアみたいな、一曲に仕上がったんじゃないかと。はい。新装填へと駆け上がるガゼットの勢い、9月26日、ついに東京ドームが揺れる。以前に5人で、ルナシーさんの1日復活の内容を見に行ったんですけど、今度は自分たちがその舞台にこう立つっていう、今までの全てのこう積み重ねってものをそこでつけて出せれば、その自分たちが伝えたいものだったり、そういうことっていうのは、見た目じゃなくて、やっぱ音楽なので、その音楽をどれだけこういろんな人に聞いてもらえるかっていうのが、やっぱり今の自分たちがやるべきことだなと思います。ガジェットの皆さんの新曲、レッド、その冒頭の歌詞は、あなたを深くするほどにあなたが分からなくなるということでしたけれども、今日お話しして本当に皆さん、深くな方で、知れば知るほどもっと知りたくなりました。12月26日の東京ドーム公演も必見。おー、さすが。内容はいかがですか。バッチリです。バッチリです。